はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、また計算に戻っちゃってるんですけど、5問やっていきますので、1回動画止めていただいて、ここでチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、3本計算やってきたのかな。で、やって、で、1本ね、前回違うのを入れたんですが、まあ今までね、あとたすき掛けとか平方完成とかいろんな技やってきたので、まあそれを全部含めた動画をね、1問やっていきます。で、本編の中学校3年生の二次方程式でもたくさん計算問題用意してますので、ぜひね、そっちの方も使ってみてください。じゃあまず行きましょう。で、こういう風にね、二次方程式解く上でまず最初にチェックすること、もちろんこういう問題みたいに展開して全部左辺に持ってきてイコールゼロにすることが先ね。それが前提、イコールゼロにしてください、二次方程式基本的には。で、そしたらまとめたら全部割れないかなって見ます。例えばこの問題だったら3で割れるんだよね、全部が。だから3で割ってしまいます。そうすると x2 マイナス 12x プラス 16イコール0。とで、こうなったら因数分解、カッコカッコね、因数分解できるかなとチェックする。できるんだったらそれでやると。で、これできないんですよ。足してマイナス12かけて16のコンビが見つかんないのね。だから、あ、じゃあできないから、じゃあ解の公式だったり平方完成だったりっていう風に言ってください。で、たすき掛けに関しても紹介しましたが、学校の定期テストぐらいだったらあんまり使わない方がいいかもしれないです、個人的には。てか正しく言うと使える問題があんま出てこないです。私立受験とかそういったら狙われたりするんですけど、あ、もちろん好きだったら使っていいからね、チェックしてもらって構わないですけど、こことここの係数でね。で、これは解の公式使っていきます。まあ自分が解の公式一番好きなんでね。で、やっていくと、ここの隙間一応書いておこうかな。またね、しつこくなりますけど、解の公式っていうのは 2a 分のマイナス b プラスマイナス書きましょうか。学校で教わるやつは 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。これが解の公式だけど、ぜひこれに関してはその b' ダッシュの方、 a 分のマイナス b' ダッシュプラスマイナスルート b' ダッシュの2乗マイナス ac カッコ閉じ、これは覚えておいてほしい、個人的な願望ね。で、今回 b のところマイナス12です。これ半分にできるから b' ダッシュ使うことができます。これ半分のマイナス6ね、 b' ダッシュで、それ使ってやっていくと、a 分の、だから最初1分のなんで、分数じゃなくなると、いいスタートが切れます。で、マイナス b' ダッシュだから、マイナスつけて、6、プラスマイナス。ルート、b' ダッシュの2乗だから36。マイナス ac だから、マイナス1と、プラス16かけて、マイナス16と。で、まとめると、6、プラスマイナス、ルート20。で、ルート20は、2ルート5に、直せるので、これで終了となります。もちろんこっち普通のね、解の公式でやってもらって、最後に同時約分、自分がね、約分3箇所の約分してもらえれば同じ答え出てくるんですけど、もし余裕があって使いこなせそうだったらこっちやってください。で、2番ですね。で、これはですね、ちょっと引っ掛けというか、わりかし引っ掛かる子が出てきます。定期テストの時、まあ出てくる、こういうタイプの問題はね。で、基本的には二次方程式ってこういう因数分解だったり、まあ解の公式だったりっていうのが主流です。一番出てくる。で、そこにひょろっと出るんだよね、このタイプで。ペンが止まったりします。で、まずこれね、同じね、 x2 乗にまあマイナス3分の2くっついちゃってるんで、個人的にはこれ消しに行きます、めんどくさいから。で、いきなり処理できるんだったらいいんですけど、ちょっとパニクりそうだったら、まずマイナスが嫌なので全部にマイナス1をかけて、3分の 2x2 乗マイナス 4x イコール0としましょう。この段階踏まなくてもいいからね。で、3分の2が邪魔なので全部に2分の3をかけます。これを消すために2分の3ね。そうするとここが消える。で、2分の3かけると、6かとなって、すごくこれよりも簡単そうな印象になるよね、こうなると。で、これです。
これの解き方なんですけど、これは因数分解、まあ因数分解ではあるんですが、これくくり出しね。いい。カッコカッコを作るんじゃなくて、x を前にくくり出す。つまり、x カッコ、x マイナス6、イコール0とこうなります。で、カッコが2個ないんですが、これここに掛け算が隠れてるので、こいつか、こいつが0になればいいと。かけて0だからね。つまり、こいつが0っていうのは当然 x イコール0です。これ答えだからね、0。で、こいつが0を解くと x イコール6になるので、この答えは0と6、ごめん、0と6になります。で、この問題取り上げた理由はですね、まあ本編では取り上げてるんですけど、この問題と、ちょっと後で消しちゃうけど、書いていい?似てるんだけど、この問題の区別、これ0っぽくないね。6になっちゃった。これ0ね。これをね、区別してほしいんです。これとこれ。何が違うって、x がついてるかついてないかなんですけど、お前、ついてるかついてないからね。で、同じように、これまず、マイナス3分の2を処理すると、まあ、上と同じだね。こうなるんですよ。ここに x がついてないだけだから。で、これは、x2 乗と x なんで、x をくくり出します。この解き方は。で、こっちどうするかっていうと、これマイナス6を右に持ってって、2乗イコール数字のパターン。だから、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつけて、これが答えだからね。っていう区別をつけてください、これ。さっきも言ったように、因数分解の方がやっぱり圧倒的に練習します。塾でも、学校でも。で、そこにこのタイプがひょろっと出ると、若干困る時が出てくるので、ぜひね、あ、困る時が出てくるんだって、そういうミスする人がいるんだと頭の片隅に置いてもらえれば、みんながテストの時ミスりにくくなると思いますので、頭の片隅にでも置いといてください。これ2番って書かなくてよかったよね。今更だけど。じゃあ3番いきましょう。で、3番はトラウマです。自分の。何がトラウマかっていうと、これね、自分の塾講師の時のね、生徒が引っかかったんですよ、この問題。そう、自分がね、その時こういうのね、なんだろうな、こっちまで発想がなくって、見事に引っかかっちゃったんですが、その子数学苦手だったんですよ、すごい。で、練習頑張ってたの、めちゃくちゃ。で、やっぱさ、カッコカッコの時って、ここの数字をさ、答えに書くっていう反射的にそう覚えてて、その子が。で、これね、パッと見て3とマイナス2って書いたんですよ。で、バツくらったっていうね。で、これ何がダメかっていうと、最初に言ったように、二次方程式は右辺が0じゃなきゃダメなの。0ね。これがもう大前提です、基本的に。もちろんこういう風に映してくる時もあるけどさ。いいかい?だからあれ1なんだよね。それをね、その子見逃してて。だからこれはいきなり解くんじゃなくて展開します、これ一回で左側展開すると、ちょっとこっち行こうか、 x2 乗マイナス x マイナス6イコール1です。これ展開しただけです、左側の括弧ね。で、1を持ってきてイコール0にします。で、こっから勝負ね。で、こう持ってきたら、じゃあ因数分解括弧括弧できるかなってやるんだけど、できません。これだから解の公式使っていきます。そうすると、x イコール、これ b のところが半分にできないんで b' 使えません。だからいつもね、普段通りのこっちで行きましょう。2a 分のなんで、まず2分の、で、マイナス b だから1だね。ちょっと細い。1、プラスマイナス、b2 乗だから1で、マイナス 4ac なんで、マイナス4、まあ、1かけるからね。マイナス4かけるマイナス7するから、プラス28。となって、よいしょ。これ、消したくねえな。ちょっと待って。かぶる。よいしょ。2分の1プラスマイナスルート29と。で、ルート29何も出せません。だから、これで終了となります。これね、本当まあ、みんなの学校の先生が出すかどうかはわからないんですけど、引っかかんないでね、これすげえ悔しかったんだ、本当に。そう、自分の対策ができなかったからね。ぜひぜひ、まあ、こんなもあるんだと思っといてください。じゃあ4番いきましょう。で、4番はずっとね、まあ、いろんな計算の技をやってきたんですが、まあ、こういう風に出てきたと。ただどうするって言ったら、さっきと同じで、右辺イコール0にします。そのためには展開。まあ、これ配るだけだけど。こっち、展開して全部左辺に持ってきます。だからまとめていきましょう。で、2を配ると、2x2 乗マイナス8イコール、いかがおうか。展開すると、x2 乗、プラス 4x マイナス12となります。全部左辺に持ってきてまとめると、x の2乗、マイナス 4x
x+4=0、 こうです。で、これ因数分解すると、これね、ちょっと今まであんま出てこないパターンなんですが、これなんだよね、因数分解すると括弧の2乗のパターンで、だいたい括弧が2個ね、こう出てくることが多いんですけど、まあ因数分解したらこうなることもあります、当然です。この時は答えが1個だけです。1個、つまりこの x-2 が0になるしかない。だから答え、まあ x-2=0、 こうやってね解いてもらっても構わないんだけど、答えイコール x2、 これで終了となります。綺麗にまとめてね、まとめてから勝負だから、基本的には。じゃあ最後5番いきましょう。これちょっと囲っていい？解の公式ね。で、5番に関してはこっちと同じように展開してマイナス17配ってってやっても構わないんですけど、もう見た目に特徴がありますよね、こいつ。何が特徴かっていうと、括弧の中身が同じなんだよね、こうやって。で、これは定期テストでも、もしくは受験でもよく出されます、このタイプの問題で。どうするって言ったら、このまんまできる子もいます。特に数学得意な方なんかは解けますね、いけるんですけど、基本的には置き換えましょう。わかりやすくなるから置き換え、なんか文字使ってください。で、例えばこの 6x-7、 この部分を、まあ、自分ラージ x、 まあ大文字の x ですね、まあ a とか何でもいいんですけどね、こうやって文字で置き換えます。そうするとこいつ x だから、ラージ x の2乗で、マイナス17ラージ x、 こいつ持ってきます。マイナス60=0ってなりますよね。で、これいつもと使ってる文字が違いますけど、因数分解できるかなって確かめながら勝負していく、ここから。で、これは個人的な主観なんですが、置き換えの問題っていうのはほぼほぼ因数分解できます。この後解の公式いかなくて大丈夫です。カッコカッコでいけるはず、ほぼね。つまりこう、ラージ X 置いてかけてマイナス60足してマイナス17のコンビを探す。で、しかもちょっと難しくなればなるほど探しにくい数字で設定されてるんですけど、絶対あるぞと、ここの数字のコンビがと信じて探してください。例えば60とかだと、まあ、1×60 はなかなかないけどね、 2×3 とか 3×20 とか 12×5 とかいっぱいあるんだよね。で、 12×5 ちょっといけそうだなって感じするんだけど、それじゃなくって使うのは20と3を使っていく。結局はマイナス20とプラス3かけてマイナス60で足したらマイナス17ね。で、これで OK だと。で、因数分解できたら、そしたらもう一回この 6x-7 を戻してください。ここに戻す。いい？そうすると、これもう一行、ちょっと待って、もう2行入れたいんで、ちっちゃくていい？一回ちゃんと戻そう。戻すと 6x-7 で-20がくっついてるからこうだね。で、後ろも戻します。 6x-7 のプラス3=0と。で、括弧の中それぞれ計算します。まあマイナス7とマイナス20計算できるから、 6x-27 入ってるかな。あ、 OK です。全然入ってたね。 6x-4、 こうです。で、こうなりました。よく見るカッコカッコの形だよね。で、カッコよく解くんだったら、こっちから3くくり出して、こっちから2くくり出してってやってもいいんですけど、別に普通に解けるので、こっから。もう解きに行っちゃいます。いつもね、やってるように、ここ掛け算隠れてると、こいつが0になるか、こいつが0になるかが答えです。つまり、まあ、どっか端っことかで解いてもらえばいいんですけど、こいつが0になる。で、これ解きます。で、マイナス27、右辺に持っていって、で、6で割ると。そうすると、x=6/27 になる。で、それ3で約分すれば、2/9ですね。で、もう一個、右の括弧、6x、マイナス4。合ってる、ごめん。計算間違ったかなと思って。=0 だね。で、これも同じようにマイナス4を右辺に持ってきて、6で割ります。そうすると、約分すれば3/2になる。だからその2つが答えなので、答えは x=2/9と3/2、入ってる、 OK。 これが答えになります。
この置き換えちょっと難しく感じる方いると思うんですけど、ぜひこれはね練習して慣れてください。なんでかっていうとごめん、これ展開してこれ配ってまとめても解けるんですが、そっちの方が圧倒的に疲れるし計算ミス多くなるしめんどくさいです。一見めんどくさく感じるんですが、絶対こっちの方が近道になるので、この置き換えはぜひね覚えておいてください。で、一応テスト対策はこの後も取っていくんですが、計算はひとまずここで一区切り、また後で足すと思うけどね、にしようと思っているので、一応復習します。最後まとめでね、二次方程式解くとき、まず大前提は右辺を0にしてください。まあ、さっきここに書いてあったように、二乗イコール数字で勝負するときもありますけど、基本的にはイコール0にする。そのためには展開して左に持ってきてまとめる、展開して左に持ってきてまとめます。で、まとめ終わったら全体を割れないかなってチェックしてください。例えば3で割れるとか、特に x2 乗に数字がくっついてるときはそれで割れないかなとか、マイナスがついてたらマイナス消そうぜみたいな風に処理をする。で、した後にカッコカッコ、まあカッコの2乗もありますけど、因数分解できないかなのチェック、できなかったら、まあ基本的に俺は解の公式が好きなんで解の公式に行きますけど、平方完成とか、あとはまあちょっと教えたたすき掛けとかあれ使ってもいいんですが、そっちに行くという流れでぜひねやってみてください。では今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はですね、ちょっと図形の問題ですね、まあ、こう同じ章なんですけど図形の問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。